はい、どうも、大池のです。今日はですね、今年1年を振り返っていきたいなと思います。なので、今年最後の動画です、これが。いや、もう本当あっという間でしたね、2022年は。私ね、2年前ぐらいから YouTuber の活動も始めさせていただいて、もう丸2年以上かな、は経ってますね。はい。で、来年ね、来年まあ3年目を迎えるところなんですけれども、本当にね、いろんな、この YouTube を始めたことでいろんな経験をさせていただいて、なんか人間としてもですね、あとは本当、教員としての視野っていうのも、視野がとにかく広がりましたね。いろんな世界に、目を向けることができるようになって、いろいろね、考えれるようになりました。やっぱね、なかなか、学校と家の往復だけになってしまうと、そういうところがね、広がっていかないんですけれども、こういうちょっと YouTube の活動させていただいて、いろいろね、ありましたんで、ちょっと今年1年をね、振り返っていきたいなと思います。そしてですね、まずは、今年始まった時は、登録者も確かね、2500いなかったかな？ 2300 台ぐらいだと思うんですよ。待って、見して。ちょっと待ってよ。だって、チャンネル登録がね、今年1年で3381人増えてるんですよ。ということは、今5700行きました。昨日。はい。ありがとうございます。5700行きましたね。今5700だから、5700引く2000、ん？ちょっと待って、計算しますね。5706なんで今。で、3381でしょ？そう、2325人だったんですよね。去年の12月31日の時点では。すごいですね。2倍以上になってますね。すごい。1年間で。はい。でね、やっぱり、まずは、最初に、今年が去年より何がすごかったかっていうと、やっぱりこの動画の再生数の増加ですね。まず最初の、オリックスの初売り6000円福袋の紹介が、まずこれ、最初の1000回超えかな？はい、1000回超えしてますので、オリックスのね、確かこれが、結構いってますね。ん？ 1688 回です、今ね。この、すご。んで、呪術廻戦の映画の動画が、映画のなんか特典の動画？これね、確か2000ですね。2217回再生。んで、鬼滅の、この、これは何ですかね。確か、なんじゃタウンとか関係のやつかな。これもでも確か、1389回。はい。でね、ちょっとその、今年始めたのが、野球関係のいろんな考察の動画。セパ順位予想から始まって、これがね、これ1000回いってないんですけど、450回ぐらいいって、でもこれを皮切りにですね、交流戦の順位予想が、これが1000回超えてますね。交流戦の、順位予想。いや、順位予想は超えてないのか。あ、超えてない。順位予想が1481回。はい。で、順位予想の答え合わせも1040回です。2回とも交流戦の順位関係は1000回超えてます。もうこのなんかただ喋ってるだけの動画で1000回超えたっていうのが、結局、今までなんか鬼滅のイベントとかで1000回超えっていうのはあったんですけど、何千回とかね、そういうのもあったんですけど、自分がね、部屋で喋ってるだけで1000回超えてるっていうのがね、結構ここからね、野球関係多かったですね。近藤選手のソフトバンク移籍情報とか、あとは森選手とかね、伏見選手の入団に関してとか、
そういうね、ところがやってましたね。で、あとは、やっぱり、すごい思い出に残ってるのは、鬼滅祭。はい。鬼滅祭の動画が本当にすごいですね。その、幕張メッセ到着から入場までのところが5561回。で、に入ってから無限列車関係のを見て、上げた動画は6999回です、これ。あと1回で7000回です。なぜ皆さんここで止まってるんですか？あと1回、ちょっとぜひお願いします。はい。で、遊郭編とかも4826回。はい。そして、その後のですね、それ以外のちょっとしたやつの紹介も2198回。で、あと、グッズ紹介も、グッズ紹介も行ったんだよ。確か1000回。行きました。1073回っていう。でも、この鬼滅祭の動画が5つあるんですけど、全部1000回超え。しかも、ね、6000、5000。それが、6000、5000、4000というね。もう本当、この時期では最高の、再生数誇ってました。はい。そしてですね、まあ、やっぱりあとは、J ホビ TV さんとコラボさせていただいた動画がね、まあ、これね、1000回行ってないんですけど、この動画自体は1000回行ってないんですけど、まあ、やっぱりこういうなんか企画に参加させていただいて、6月1日にね、企画に参加させていただいて、J ホビ TV さんの、動画でも私には紹介されるっていう経験がすごく、いや、あれもすごい良かった、嬉しかったですね。いろんな方と今もライブとかで交流とかするようになって、いろんな人と、まあ、つながりが広がりました。はい。そしてね、まあ、なんといってもやはり、オリックスですよね。オリックス。今年のオリックスのおかげで、めちゃくちゃ再生数伸びております。まあ、最初のね、初売りの動画もそうですし、あとやはり、ライブ配信がね、めちゃくちゃ今年大成功したなって自分で思っていて、ライブ配信で一緒に皆さんと、試合を見ながらね、雑談するっていう動画が、まあ、モレルさんがね、去年ずっとやってた、あれがね、本当に自分はめちゃくちゃ楽しかったですね。皆さんにいろいろコメントもらいながら、いろんな、まあ、ライブ配信の再生数1位はサントリードリームマッチなんですけど、サントリードリームマッチはなんかテレビでの放送が CS かな ?CS かなんかの放送が終わってから急になんか、まあ、これ多分間違ってきたのかもしれないですけど、サムネ見てね、私、あ、これもしかしてやってるみたいなことを勘違いしてきたのかもしれないですけど、来てくださってね、めちゃくちゃ良かったですよ。でもね、奇跡のねえ、ソフトバンク最後の3連戦のあの3戦目の動画は3803回視聴されていて、ほんと同時にね、100人以上の方が私のライブを見てくださっていて、いや、あれもすごかったですね。いやー、もう本当になんか、いろんなね、だから同時に100人に見られてるというライブ配信をすることができたっていうのがね、めちゃくちゃ嬉しかったですね。あとね、オリックス関係で言えば、B モレルさんとね、コラボさせていただいて、10億円対決やらせていただいてね、ぜひちょっと来年答え合わせできたらなってすごい思ってるんですけど、まあ、モレルさんもすごくお忙しいので、一応モレルさんからね、一応お返事をいただいて、まあ、検討しようっていうことになってるので、まあでもご本人のね、ご都合があるので、そこはなんか、もしできなければ、ちょっと自分で答えやすいしようかなと思ってますが、はい。ただね、本当にモレルさんいい方で、もうね、モレルさん10万人行きそうだね。まあ今年中はちょっと厳しいかもしれない。来年絶対行くよね。銀の盾を、獲得されるんじゃないかなと思います。はい。っていう感じでね、だから本当、オリックスの動画で、しかもね、日本シリーズ第2戦の観戦動画が1万回再生を、初めて、私の動画の大キャノン史上初の1万回再生。いや、すごかったですね。まあ、もうちょっと他が伸びてほしかったなっていうのはありますが、他は1000回いかなかったんですよね。第1戦第1戦じゃないか。第5戦、6戦はね、100、
そんな行かなかったんですよ。第5戦、第7戦で679回。第6戦は、第6戦少ないな、結構。473、500回いかなかったのか。なんかね、他も何千回も言ってくれればって思ったんですけど、まあやっぱね、これ思ったんですけど、YouTube の動画再生の傾向として、なんかその配信者が不幸になった時の方が再生されるっていう。まあちょっとやはり日本のちょっと闇を見ましたね。人の不幸が見たいっていうね。第2戦はもう悲劇だったんでね。安倍投手がね、スリーラン打たれて同点になるシーンとかもちゃんと収められてたんで、そこが一番ね、再生数みたいな、時間ごとの再生数みたいなの出るんですけど、そこもピュンってそこが、スリーラン打たれたところが上がってたんで、まあやっぱなんか日本のちょっとね、闇をちょっと見ちゃいましたね。はい。という感じでね、本当に今年いろんな動画は出せていただいて、ね、すごいんですよ。去年と比べると、去年は1000回超えの動画っていうのが、20個しかなかったんですよ。で、今年ね、34個なんですね。もう、もはや 1.5 倍以上。1.7 倍 ?1.7 倍。増えてる。もうめちゃくちゃね、皆さんの本当におかげです。はい。で、去年は5000回台が最高だったんですけど、今年は1万回再生が一つと、6000回台はしちゃって6999だから、もうほぼ7000だよね。ぜひちょっと7000にしてください。この後ね、再生していただいて、5000台も1個出してます。だから鬼滅祭も大きいね。鬼滅祭とやっぱり日本シリーズの1万回、なんかね、一番くじの神通力はちょっとなくなってきたかな。一番くじは回るみたいな感じだったんだけど。今年一番くじはそんなに行ってないですね。何千回は。まあ、当日の朝やってないっていうのもあると思うんですけど。まあ、やっぱね、YouTube 動画はスピードが命だなって思いました。そのなんか、パッというニュースがあったりとか、イベントとかがあったら、やっぱ初日に行かなきゃいけないですね。初日にやると、いろいろ伸びます。今まで、まあ、鬼滅とか、呪術廻戦とか、スパイファミリーのイベントいっぱい行ってますけど、やっぱ初日に行ったデポート動画っていうのはめちゃ回ってますね。何千回とか行きます。はい。なんで、まあやっぱりスピードは大事だなっていうのはすごい思いました。はい。いやー、本当にね、この1年。まあ、あとね、ショート動画。ショート動画も、いろいろあるんです。ショート動画もすごかったね。今年は最初にすごい波が来たんですよ。今年は最初に、まあ、これ去年、投稿したの去年なんですけど、呪術廻戦ゼロの犬巻トゲ、乙骨雄太の、書道アートが、これだって犬巻トゲ40万回ですよ。で、乙骨雄太も38万回。これは今年の1月の終わりにすごい回ったんですよね。それで結構一気に登録者増えて、確かに4000まで一気に行ったんですよね。この1月から3月ぐらい。前半のね、この年度変わるまでに4000には確か行ってましたね。ここがすごい大きかったかなって思います。はい。なんかそれまでね、その久保建英とか、久保建英の11万回を、この間違えたやつね。漢字間違えてる久保建英の11万回をもう全然超えてなかったんですよ、動画が。一気にね、この1月から3月で、この犬巻峠、小津優太、そしてストプリコロンクが一気に超えてって、これがもう私の登録者数めちゃめちゃ伸ばすっていう結果になりましたね。いや、あれもすごいでかかったですね。で、何月だっけ俺行ったの。確かね、7月だったかな。登録者5000人いったのが、確かですね、
あ、これかな？あ、違う、まだだ。ん？5000人行ったのはですね、あ、これだ。3ヶ月前。コミュニティ日付出ないんだよな。まあ、3ヶ月前に登録者5000人行ったんですよ。やっぱその1月から3月ですごい伸びて、その後まあちょっとじわじわ伸びてって、5000人に、3ヶ月前だから多分これ9月ぐらいか。に行ったと思うんですよね。うん。いや、本当にね、今年はいろいろ伸びました。で、いろいろな、5000人ってやっぱ、こんなに行くと思ってなかったよね。1万回再生もされると思ってなかったし、いろんなことやっぱちょっと成し遂げられた。しかもね、一応まあ、自分でこんなこと言うのもなんですけど、教員も普通にやりながら、あと私はもうちょっといろんな今年役員を引き受けすぎちゃって、まあ正直普通の教員よりも忙しいと思うんですよ。うん。出張もね、月に5、6回あったりして、はい。まああんま理解されないですけど、いろいろね、あったので、こんな中ですね、一応これだけ伸ばすことができたっていうところはね、まあちょっと自分をこの YouTube 的には褒めてあげたいなと思います。はい。ただこれ来年大変だね。来年なんとかね、まあ目標は1万回以上の動画を2つ。今年1つだったんで、2つ出したい。2つ出したいですね。2つ以上、複数出したいですね。で、1000回超え動画も、まあ、今年34回、4個出したんで、そうだね。50個ぐらい出したいなってちょっと思ってます。1000回超えを50個。うん、そこはね、頑張りたいですね。ここが大変だね。やっぱりここで去年より、今年より、来年今年を上回れるか。今年めちゃくちゃうまくいっちゃってるんで、来年今年を上回れるかが、やっぱり、まあ、私、兼業 YouTuber と。まあ、兼業って言ってもお金もらってませんけど、兼業 YouTuber としては勝負の年じゃないかなと思いますんで、これをね、まあ、そろそろちょっと学校に生かしていきたいですね。学校教育に生かせるこの2年余りの経験をぜひね、学校に生かしていきたいですね。もう公立中学校でね、 YouTube チャンネル持ってる学校結構あるんだよね。けど全然、まあ、なんかこんな言い方あれだけど、全然うまくいってないみたいです。登録者も全然1000回、1000人いってるとこないし、再生数も全然だし。いや、ほんと、これもし、だから本当にさせていただいて、学校のチャンネル作らせていただいて、日本一になりたいね。はい。うちの学校一応日本一目指してるんで、いろんなことで。そこも日本一。いや、日本一させる。日本一。まあ、力にはなれるんじゃないかなって思いますね。はい。なんで、ちょっとそこも頑張りたいです。学校教育に生かすっていう。そのためにやってますから、そもそも。やっぱ今ね、この動画の力っていうのはめちゃめちゃ大事なので、それをぜひね、学校教育に生かしたいなって、今年は思います。はい。もうちょっとね、いろんな来年の要望とかに書いちゃったからね。うん。もうちょっと頭取りできないんで。まあなんか、校長先生、教頭先生、どう思ってるかわかりませんけど、でも私は、いろいろね、やっていきたいなと思います。はい。この今年の経験を生かして、来年さらに大キャノンのホワイトの教員生活も成長し、そして YouTube 動画を学校教育に生かすっていうのをね、ぜひ来年やりたいですね。はい。皆さん本当にこの動画見てくださってありがとうございました。来年さらにね、いろんなことがこの YouTube でできると。いいなと思います。そして皆さんとまたライブ配信、動画へのコメントなどで交流していきたいなと思います。ではでは、1年間ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。